はい、えー。ナマスカール。えー、っと、このビデオは、えー、っと、TTC コースの B コースで、えー、日本語教育世界のクラスの皆さんのために、えー、作っています。えー、っと、2週目の3本目のビデオになりますね。はい。えー、この3本目のビデオでは、えー、まず2週目はこの学習管理システムあ、学習管理システムについてですね。で、3本目は Google Classroom を、えー、教師として利用する方法について、 お話しします。え、あの、使い方はですね、まず最初に Google Classroom を作る必要があります。その、えー、c l a s s という単位を一つ作りますね。そして課題を出して採点するという流れになります。はい。えー、であ、まずですね、はい。この、あの、classroomgoogle.com というところに行ってみます。はい。そうす、そして、えー、そうすると、あの、 自分のクラスを作るわけですね。でその場合は、さっきと同じように、このプラスのボタンから行きます。学生の場合は、ジョインクラスですけど、先生として作るときは、このクリエイトクラスこちらに行きますね。はい。で、そうすると、こういう画面が出てきます。で、あの、もし学校で使うときは、あの、ちゃんとね、ここに書いてあるように、あの、えっ、ー、と、あの、学校で、その、クラスルームフォーエデュケーションでしたっけね。 えー、はい。アワークプレイスフォーエデュケーションですね、今はね。はい。あの、それと契約、あの、した方がいいですけど、今は、あの、えっ、ー、と、この TTC コースで、あの、試しに使ってみるだけですから、えー、ここは、ああ、いいです。はい。うんと。<laughs> ね、なので、ここにちゃんとチェックを入れて、コンティニューを押します。はい。で、そうするとですね、こういう、あの、まあ、あの、うん 最初はこのストリームというところが出てきます。で、こんな風に何も書いて、ここには何も書いていません、最初はね、もちろん。で、えー、ここはですね、あの、いろんな連絡とかをするところです。例えばここは、あの、私が先週ですね、ちょっと、あの、えー、っと、うん、熱が出てしまって授業できなくてですね、えー、その、えー、あの、授業ができそうにありませんというふうに書いてありますね。はい。で、この右側のクラスワークというのは <laughs>、ごめんなさい。 これまでに出した宿題とかテストなどが全部ここに入っています。はい。で、えっ、ー、と、先生として宿題を出したりするには、このクリエイトからですね。クリエイトからこういうふうに、えー、あのー、クラスワークを出します。で、クラスワークの種類も、アサインメント、クイズアサインメント、クエスチョン、マテリアルというふうに4つあります。で、今まで使ったものをもう1回使うとか、そういうこともできますね。 はい。で、たくさんこういう、えっ、ー、と、クラスワークがあると、わ、えー、かりにくいので、それをトピックというのを作って、そのトピックの中に分けていくこともできます。<laughs> はい。ここは、people っていうのがありますね。えー、people のところには上に先生がいて、下に、えー、学生がいます。<laughs> はい。で、えー、の、学生さんのところはもちろん、あのー、ここに名前が書いてあるんですね。 で、あの、人によっては、あの、写真が見えることもあります。今はちょっとここでは消していますけどね。はい。で、学生を加えるときは、ここから、あの、メールアドレスで付け加えることもできます。はい。で、えっと、一番右のところに成績の一覧がありますね。で、一番上に、そのクラスの平均があります。で、え、このように、あの、 ま、これは1点中の1点が平均というふうに書いてありますね。これは9点中の5点が平均というふうに書いてありますから、この中ではこれがちょっと難しかったというのがわかると思います。はい。えー、で、ここにですね、学生のあの皆さんの名前が書いてあります。で、ここにあの写真とかがで、あの、写真を設定している人はここに写真も出るわけですね。はい。 で、あの、今、ここで一番、あの、見える人がですね、えー、とても、あの、いいのがわかると思いますので、ちょっとこの人の名前をカチッとクリックしてみましょう。そうすると、えー、こういうふうに出てきます。まあ、ああの、顔の写真ももちろん見えますし、ここに名前も普通は見えるわけですね。はい。で、えー、この人の場合は、えー、こんなふうに、はい、えー、こんなふうにですね、えー、す、う、べ、ん、ての課題をちゃんと出しています。で、この、最、最後の二つはもう、あの、 課題を提出しているんですけど、私の方がまだ採点していないという意味になりますね。はい。えっ、ー、と、もっと詳しく知りたい人は、えー、他にも、えー、このビデオをお勧めしたいと思います。はい。えー、それでは私からは、えー、以上になります。ごめんなさい。<laughs> 私からは以上になります。はい。えー、また、ミートでお会いしましょう。